零級4型原子力潜水艦は中国人民解放軍海軍が運用する原子力弾道ミサイル潜水艦。NATO コードネームは新大朝にちなんで新旧。零級3型原子力潜水艦の船体を延長し潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した潜水艦であり、旧式かつ一隻の建造に止まった零級二型原子力潜水艦に代わり、 核抑止力確保のための弾道ミサイル搭載原子力潜水艦である。両年省のコロ島造船所が建造を行っており、一番艦は2007年に収益した。2014年2月には、海南島のアリューアン海軍基地に3隻の094型原子力潜水艦が結集していることが報道され、2016年までに4番艦まで収益したと見られている。 米国防総省は2020年9月1日に発表した中国の軍事力についての年次報告書2020チャイナミリタリーパワーレポートの中で094型原子力潜水艦4隻をすでに運用し新たに2隻が各種装備などを船体に取り付ける偽装中と指摘したさらに同報告書は 中国海軍が2030年までに094型と現在開発中の最新の096型原子力潜水艦を合わせて SSBN8 石を保有する可能性があると指摘した。JL-1 と JL-2 の比較画像12機の巨老2型を運用可能で生産性と速応性が大幅に向上したとされている。また、 ゴルフ級通常動力潜水艦によって JL-2 の最初の死者は2002年8月に行われた。これは水中発射で到達射程は 6000km であった。2回目の死者は2003年に、3回目の死者は2004年8月に実施された。核抑止パトロールは2015年12月に開始された。なお、 アメリカ海軍では094型の静粛性は高くないと推測しており、秘匿性に問題があるとしているが、原型の094型は1番艦、2番艦のみで、以後は改良型の 094A 型が収益している。中国共産党系のイ字ニュース、グローバルタイムズは2020年4月22日、094型原子力潜水艦と見られる。 新たな戦略原子力潜水艦が最近に収益したことを明らかにした。2007年にアメリカの商用人工衛星により大連市と小足島市で停泊中の094型が撮影された。また、同年、至近距離から撮影した画像が中国語系の特命掲示板に投稿された。この写真の解析結果から弾道ミサイル区画の挿入により、 全長が20メートルほど延長されていること。弾道ミサイル搭載数は、当初言われていた16でなく12機であることなどが、判明した。ウィキメディアコモンズには、094、型原子力潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。